え、ここで掘るの嫌だな。体育で掘りたくない？そうしようよ。ちょっとゆっくりさ。ここ、なんか、未来がねえわ。いや、なんか島国に未来がないなんて言ってないじゃないですか、そんな。なんでそんな、なんかネット右翼だから左翼みたいなやつらが多いの、ここって、ほんと。敏感すぎない？ほんと。そういう言葉に対する。ほんと。ねえ。敏感すぎだろ。歪み、なんだあれは。いや、でも島だわ、これ。珍しくない？未来がないわ、これは。ここで作業しても。発展しねえよ。もうちょっと広い土地の方がいいわ。お前、キャプチャーしたやつマジ怒られるよ、マジで。ほんと、お前。お前マジで怒られるよ、ほんと。俺知らねえからな、お前。そういう遊び、マジで。まあ、ほんと強化されてるからな、マジで。俺知らねえからな。お前。一応アドバイスしといたからな。知らねえぞ、マジで。ほんと。お前がどうなっても。知らねえからな。もうお前、あれだぞ。俺、一人の組織の人間じゃねえんだぞ、お前。もう。俺が困ったら困る人もいるんだ、お前。頼むぞ、お前。俺はでも、何もしないよ。俺は何もしない。ごめん。俺はでも何もしない。でも、俺以外が困ったら俺はもうお前は助けらんない。申し訳ない、それは。その時は。開示請求は赤の他人でもできるし、実際村岡のニコ生でも、レインボーレンとしたやつが開示請求が実家に届いて、それは、やったやつが悪いわ。それはだって、マジかよ。怖すぎだろ、そんなの。怖すぎだな、やめようぜ、マジで。ほんと、そういう怖い話。じゃあ、俺にも届くってことじゃねえか、それ なあ。うちにも届くってことじゃねえか、やだよ。怖すぎるよ、そんな。でも、あれだな、モコレインボーレントで開示請求、マジでかわいそすぎるわ、それ。それはなんか、さすがに、やりすぎな気がするわ。うわっ！それかわいそうだな。同情するわ。そんなんな。それはちょっと許してやってほしいわ。